ング747-8で北朝鮮を偵察するニョニョ。ごめん意味がわからない。というかなんでよりにもよってこんな大型の機体使うんだよ。北朝鮮への無断侵入が可能になったら各国の新聞記者載せたいニョンからね。今回はそのテスト飛行ニョン。ちなみに現在いる空港はソウルの西側のインチョン国際空港ね。あれ、前回確か茨城空港に降りてたような気が。細かいことは気にしちゃダメニョニョ。てなんかこの飛行機でかすぎて道路塞いでないか。あ、それは単純に止める場所間違えたせいニョンね。やっぱヨウムのフライトは不安しかないな。プッシュバックめちゃくちゃ遅いニョンね。というわけで面倒くさくなったから逆噴射でパワーバックするニョン。近くの人とか車吹っ飛びそう。前回安全性がどうのこうの言ってたのに。お、今回は誘導路のルートが表示されてるのか。そのようなアシスト設定があったからオンにしたらしいわ。それで滑走路に向かうニョニョ。と、ここで一時停止ね。許可もらえたし、ゆっくり進んでいくニョニョ。なあ、本当に北朝鮮行くのか。せめて北朝鮮と国交を結んでる国から出発しなさいよ。いやー、ニョンは南北統一の架け橋になりたいニョンからね。偵察行為なんてしたら関係悪化待ったなしなんだぜ。さて、と、そろそろ離陸するからちゃんとシートベルトしておくニョンよ。はい。パーキングブレーキセット、エンジン出力最大。いよいよ離陸だな。離陸後はすぐに高度取るから必要に応じて右向きしてニョン。それでパーキングブレーキ解除、いざ北の地に向け離陸。大型の旅客機ってだけあって動きがゆっくりだな。とはいえ4機のジェットエンジン積んでるから高高度ではマッハ 0.8 くらい行くニョンよ。先週のレシプロ戦闘機より速いってわけか。まあ、運動性能は劣悪ニョンけどね。と、現在100ノット。ちなみにどれだけの速度があれば離陸できるの？安全面も兼ねて、大型旅客機では一般に時速 300km 程度と言われてるわ。140ノット超えたし、離陸するニョン。お、浮いた。もう少し加速してからでもよかったけど、これでも飛べそうね。ここでギアアップ。200ノットを超えないくらいで上昇していくニョンよ。前方の窓にはもう一機が見えなくなったね。景気見ながら飛行を続けるニョンよ。そんなわけで高度は12,500フィート、大気速度は235ノットね。フラップを使っていない状態なら200ノットから300ノットを維持するといいニョン。で、北朝鮮はどこにあるの？もう少し北に行ったところね。まずは韓国と北朝鮮の軍事境界線上空を飛んでいくニョンよ。絶対撃ち落とされそう。ウド号の例もあるし、もし見つかってもそんなすぐ撃ち落とされることはないはずよ。これがアメリカの戦闘機とかだったら話は別になるニョンけどね。それで左に見えるのが北朝鮮になるわ。まだ国境を越えてないからセーフ。と、国境線の上空あたりを飛んでるニョンよ。高度は16,500フィートね。と、まずは一つ目の観光スポット、韓門線上空に到達ニョン。いや観光スポットなのかよ。ここではトランプ大統領が軍事境界線を越えたことで有名ね。ちなみに韓国側、北朝鮮側ともに観光ツアーがあるらしいわよ。いやそんなの行くやついるのかよ。それが意外といるらしいのよね。なお敵側の攻撃によって死亡しても自己責任という制約書を書かされるらしいわ。何それ絶対行きたくない。と、今は北朝鮮の領空に入ってるニョンね。領空侵犯ですね、わかります。なんていうか山、だね。軍事境界線の近くに町とかはないのか。脱北者予定者の住処になるからないんじゃないかしら。それと軍事境界線の南北それぞれ 2km には非武装中立地帯、いわゆる DMZ があって、DMZ 内には北朝鮮側が約80万個、韓国側が約127万個もの地雷が埋められてるわ。で、そんなにあるのか。だから監視所とかも含めて、一般人がこの軍事境界線を越えることはできないわ。と、操縦ちょっと疲れたからオートパイロットの設定入れるニョン。ちなみにこのボーイング747-8は前回の機体にあるオートパイロットの機能に加え、指定した速度を維持する機能もついているわ。これで方向、高度、速度を入力して簡単にフライトできるニョン。FMS に入力した航路通りに飛ばすだけじゃなくて、ヨウムがやってるような有視界飛行方式でも必要に応じて使用していくといいわ。航空機が安定したからゆっくり外を眺めるニョンよ。そうそう、画面右上のマップでは国境線が紫色で示されているわ。となると今はギリギリ韓国側ってわけか。ま、すぐ北朝鮮側に戻るニョンけどね。そんな感じでのんびり軍事境界線上を飛んでたら、そろそろ朝鮮半島の東に到着ニョン。軍事境界線上はこれといって面白い建物とかなかったね。低速で低空飛行すれば監視所とか探せたかもしれないニョンけど。この機体ではさすがにきついだろ。もしあるなら小型のレシプロ機あたりを用意しなきゃね。
左旋回して北朝鮮の偵察を続けるのよ。今のトコマチとかは見えないな。北朝鮮は韓国に比べて山岳が多い地形してるにょんからね。そのせいで住める場所が限られてると思うにょん。と、左方向に見えるのは町かな。平野も少ないし、漁村のような感じかしら。ここから山と隊に無警報予選が出航するんですね。わかります。ホイロ山と隊、薄汚い密漁船相手にガンガン行こうぜ。昔そのゲーム実況したから見てね。と、現在は5000フィートまで下降中よ。そろそろウォンサン上空にょん。そのウォンサンってとこには何があるんだ。ウォンサンには長い砂浜や軍港があって、北西にはソンドボン遊園地などのレジャー施設があるそうよ。それでウォンサンは国際観光都市として中国でも有名とかなんとか。へえ、遊びに行きたいね。この飛行機から降りた瞬間問答無用で刑務所行きだろうけどな。オートパイロットを切って低空飛行するにょんよ。ここは一面田畑だな。北朝鮮は農業に力を入れてるからね。なお2020年現在、国連食糧農業機関が北朝鮮の人口のうち 40% に相当する人数、およそ1010万人が食糧不足であると報告しているわ。あらら。干ばつや洪水、それに加えて感染症の影響が組み合わさった結果ね。と、北朝鮮の食糧の話題は後にして、今はウォンサンを見ていきましょうか。おお、ここら辺は市街地って感じだな。でもそこまで大きくないね。北朝鮮の首都、平壌まで行けばもっと大きい市街地が見れるにょんよ。さて、それで平壌に向け進路変更、それと高度も取っていくにょん。ウォンサンもそんな見どころなかったかな。ま、東京とかソウルあたりと比べちゃうとね。市街地から離れると一気に自然って感じになるよな。平地なら田畑にできるけど、険しい山岳地帯の開発は厳しいのでしょうね。ここら辺一帯も山だね。と、背の高い山は少なくなってきたか。もう少しで平壌の南に到着するにょんけど、平壌中心部に向かう前に、西の公海に寄ってから、ぐるーっと旋回して平壌中心部上空を通るにょん。オッケー。この辺りになると平地が多くなって田畑や住居が見えるんだぜ。ちなみに北朝鮮では主に米とトウモロコシの一種であるメイズが作られているわ。メイズ、聞いたことないにょんね。メイズは一般には飼料用穀物として栽培されているらしいけれども、北朝鮮では特権階級以外の人民の主食になっているらしいわ。で、味はどうなの。飼料用ってだけあって粘り気が強く、食べられなくはないけど全然甘くないそうよ。それなら普通のトウモロコシでよくないか。それが食用のスイートコーンよりメイズの方が収穫量が多いため採用されたらしいわ。あ、はい。公海の近くの平地も田畑が多いにょんね。住宅が固められて配置されてるあたり、社会主義国家って感じね。ってなんか木が生えてる場所なくね。そりゃ北朝鮮は地手農法でやってるからね。地手農法？党への忠誠心と精神力、人民の数さえあればたくさん収穫できる、といった農法ね。それ果たしてうまくいくのか？うまくいってたら食料不足問題はなくなってるわよ。ですよね。具体的には何も考えず農地を広げたり、同じものを同じ場所で育て続けた結果、土壌が痩せ細っちゃって不作が続く、なんてことが多発してるらしいわ。ソ連が通ってきた道ですな。それで海の上で旋回して、いよいよ平壌まで向かうにょん。それで今はスンチョン市あたりね。このあたりは石炭石灰などの地下資源に恵まれ、鉱工業が発達しているらしいわ。あの大規模田畑とは違った様子なんだぜ。左に見えるのは駅かな。産出した鉱物をこれで運んだりするのかもな。あ、飛行場だ。これはスナン空港、いわゆる平壌国際空港にょんね。で、ここに着陸するの。いや、まだしないにょん。まだってことはさては用務、そのうち北朝鮮内の飛行場に着陸する気だな。それは気分次第にょんね。気分で私たちの身を危険にさらさないでな。いや、それにしてもこの平壌国際空港、周りが平地だから着陸しやすそうにょんね。それになんか面白い形してるわね。滑走路が1本ずつ、それを平行にせずわざわざ誘導路で繋げてるにょんね。こうすると滑走路を横断しなくて済むから事故が起こる確率が減るかもしれないわね。それか後になってもう1個の滑走路を追加したとかかもしれないな。ちなみに平壌国際空港には鉄道や地下鉄、空港アクセス専用バスが用意されておらず、観光客は送迎車かツアーバスでないと移動できないわ。お、ターミナルの方には街があるんだな。これだけ近いと騒音とかひどそうだけどね。それでいよいよ平壌に入るにょん。左の方には大きめの駅が見えるわね。すげえな、さっきまでの田畑とかと比べて建物が密集してるんだぜ。ちなみにこの辺りには近日成広場とかがあるらしいわ。ゆっくり飛ばないとわからないんだぜ。ちなみに今は300ノットで轟音を地上に響かせながら飛んでるにょん。そして高度は1800フィート、およそ550メートルほどね。高角砲でも簡単に直撃させられる高度なんだぜ。そんでこのドーム状のは？ルンナドメイデイスタジアムになるわ。アントニオ猪木がプロレスで戦ったとこでもあるのよ。元気ですか。
そしたらフライトも疲れてきたし、一旦どこかの空港に着陸するにょん。別に疲れたならオートパイロット設定して日本に帰ってもいいんだぞ。いやー、まだ北朝鮮の全部を見れてないにょんからね。一旦着陸して休憩してから、これからもっと北の部分の偵察をしていくにょん。偵察っていう割には軍事施設とか見つけてないような気が。地形を把握するのも立派な偵察だし、なんなら航空機の下にカメラ乗っけて後でゆっくり確認すればいいにょんよ。まあそれもそうだが。と、ちょうど目の前に飛行場があるからそこに着陸するにょん。あ、これ滑走路短すぎて無理にょん。それ以前に減速が全然間に合ってないわよ。よし、そしたら少し北にある飛行場にするにょんよ。ミグに撃墜される前にもう諦めて帰ろうぜ。まさか北朝鮮もこんな旅客機が偵察目的に来てるなんて思ってもないから大丈夫にょん。平壌上空を轟音響かせて低空飛行した時点で完全に威嚇されたと思ってるだろ。と、ランウェイインサイド。現在、フラップ20度展開で180ノットほど。130ノット切ると失速するから、細かい部分はスロットルで調整してね。わかってるにょんよ。あ、そういえばこの機体、前回みたいに地形データ入った景気はないんだな。うん、だから目で見て着陸するほかないにょん。ILS っていう着陸を誘導する装置があれば自動で着陸コースに乗せられるけどね。と、着陸するからシートベルトするにょにょ。いや絶対言うタイミング遅かっただろ。と、設置。って思ったけど機種が上がっちゃってたにょんね。おいおい、しっかり頼むんだぜ。やっぱり大型機の操縦は難しいにょん。完全に設置したら逆噴射してブレーキかけるのよ。わかってるにょにょ。オフ、逆噴射のブレーキ強いね。少し G が強いかもしれないけど、ちょいと我慢してにょん。よし、完全停止っと。滑走路に止まってるのは危ないからパーキングエリアに移動したらどうかしら。そうにょんね、移動するにょん。というか本当に着陸しちまったな。ちなみにここはスーチョン飛行場のようね。面白いくらいに周りなんもないんだぜ。それじゃあとは滑走路から外れたとこに止めて休憩するにょん。と、今回の動画はここまでになるわ。この動画の感想や、引き続き企画の提案などがあればコメントによろしくね。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。